今日暇か？あ？暇だな。夏服があんまりないから買いに行くの付き合ってくれないか？あ？別にいいけど。誠くんは？予定があるらしい。そっか。でも和樹くん一人で買いに行きそうなイメージ。声かけられやすいからお前魔よけ。あ、なるほど。イケメンご苦労様です。でも私服買うの大体ネットだからお店知らないよ。俺知ってるから大丈夫。てか和樹くんもネットで買えば楽じゃん。通販はちょっと。着替えてくるからちょっと待っててね。お待たせ。早っ。下変えただけかよ。ダメ？可愛いのに。コンビニ行くんじゃないんだぞ。ジーパンはいいから上は変えろよ。なあこれ。改善されたと思ってるのか。これは猫しかねえのか。俺が決める。待って、下着干してるから。そんな小学生みたいなのなんとも。失礼な、こんなに可愛いのに。間近で見せるな、さすがに気まずい。というか部屋着のバリエーション豊富だなと思ってたが、部屋着しかねえじゃねえか。全然外着でもいけるよ。